こんにちは、のやです。今回は配信のコメントとか動画のコメントとかで2番館下の4体ローグの借り方解説してほしいなっていうコメントをちらほらもらったので、今回動画にしてみました。だいたい4パターンあるので、その4パターン分まとめてみたので、よかったらゆっくり見ていってください。2番館ローグたどり着いたんで、まあ、軽く解説していくか。まあ、トリマーこんな感じで体出して、ここら辺のローグが撃ってこないか、こんな感じで確認します。とりあえず撃ってこられた場合はもう逃げちゃっても大丈夫っす。で、次ここの肘上のローグ確認する。横サイドにいてもこの車で車線切れるから見られないし、で終わったら右サイドフリールックで見ながら行く、ずっと。で、正面も横も見えなかったから中ローグかなっていう想像がつくから、多分中ローグやと思う。で、ここを走ってたら、このここら辺のコンテナとかにローグいる場合売ってくるから、まあ、それもなんか近くにローグがいるかいないかの判断基準になるかなって思う。で、ここまで見たら今この車めがけてまっすぐ進みます。右側で泣かれたらそこをまた元のとこ戻って行けばいいです。で、一回こう覗いて、軽く覗いた後にこっちで、ここら辺ぐらいかな、しゃがんでリーンする。で、右サイドにいるから殺す。殺すと大概走ってくるから、走ってきたやつを殺した後に、次またここに戻る。で、またこっちも走ってくるから、殺す。あともう一体いるはずやから、あともう一体の足音聞こえるまでは、基本待ちでいいかな。こういう時は、体で確認する。で、完璧に右サイドを、で、手前でも撃たれないよって時は、中ローグやから、ここ入って。こんな感じで覗く。と、上か下に絶対いるから、下にいて、撃てない場合は、ここ出る。殺す。んじゃあ、走ってくるから、あとはここでしゃがんで、カン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 って音が聞こえたら、覗く。上のローグとか見えないなら、全く一匹も。ずっとここ置いとく。絶対ここから来るから。100%。まあ、これぐらいかな。安定させるコツは。上のローグ？一回触って見てみるか。上のローグやわ。よし。We got locals. Grab ahead. プレート。プレート。カモン。グラボ貯めたいからさ、できたら欲しいんやけど。あ、手前にいる一匹。あ、当たらんかったね、今のディック。まだ一体いるな。
もしもなんかわからんこととかあったらコメント欄とかで、まあこういう場合はどうすればいいですかとか聞いてもらえたら、まあ、なるべく早い段階で返信させていただこうかなと思ってるので、お気軽にコメントください。